くり箱じゃないよね。みなさんこんにちは、キキです。ねんねんです。こんな箱がありま す, ります届きました。なんだと思う？わかんない。化粧品？おもちゃ？アンプー。わー、超かわいいんだけど。超かわいいんだけど。めっちゃこれかわいいんだけど。かわいいんだけど。よいしょ。よいしょ。すごいいっぱい入ってるね。よっしゃ、1個目。わー。靴下。わー。こんな感じ。わー。めちゃかわいい。ここにね、ムーミンがついてる。ねねも履いてみたいから、かわいい。かわいすぎて。はい、じゃあ並べてください。あ、超かわいいじゃん。またまた靴下。じゃあ次行きます。はい。ボディースーツ。ボディースーツ。あ、長袖なんだ。長袖だね。めっちゃかわいい。じゃあ次なんだ。じゃじゃーん。次もボディースーツ。こんな感じで、また同じタイプ。真ん中にプリントされてるやつだね。まだまだいっぱいあるね。まだまだあるよ。すごいいっぱい入ってんだよ。ベイビーキットって言ってね、赤ちゃんが着る服がもうこの一箱に全部入ってんだって。そういうセットなんだって。すごいよね。次も、おお、同じタイプ。ボディースーツ。前見せて。こんな感じ。ここにね、ムーミンのこれがついてる。どこ？ほら、見て。あ、本当だ。かわいいよね。こういうワンポイントもね、すごいかわいいよね。次いきまーす。おー、かわいい。じゃーん。長袖。長袖。ファスナーになってるからね。すごい着せやすそう。こんな感じでございまーす。わー。じゃあ次いきますよ。お布団かな？かけるやつだね。おー。すごい柔らかい。ほら、これはね、ミーがついてて、こんな感じ。ミーがいろいろと。これなんかねね好きそうだね。ねねタオル好きだから。次はなんと、ねねが欲しかったやつ。嘘。父が欲しかったやつ。カーディガンです。二人ともお揃いにしたかったやつ。これかわいい。黄色だよ。ミーなんかお店みたいになってきたね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あとサンクフーラもある。はい、次行きまーす。はーい。かわいい。裏はこんな感じでーす。これもね、ファスナータイプ。これ着せやすいね。あ、中がこうなってる。あれ？リバーシブルじゃない？あ、そっか。次行きまーす。はーい。はーい。すごい、まだまだいっぱいあるよ。ボディースーツかな？肌着。肌着？肌着。肌着。肌着。ハラミじゃないよ。肌着でいいっけ。ハラミ。こちらでーす。これはなんかペンギンみたいなの。これは何がついてるんだろう。ペンギンみたいな。見えるよ、ちいちゃん。あ、これはね、なんかムーミンが潜ってなんかをね、探してるみたいな絵が描いてある。よし、次行きまーす。はーい。あ、これの、これだ。そうそうそう。レギンス。ここにムーランがついてる。ムーランじゃない、ムーミン。ムーミン。ここにムーミンついてます。ムームー。うわうわ、じゃじゃーん。これゴーキさんめっちゃ似合いそう。似合いそうだね。次いきます。はい。おズボンだ。次もまたズボン。こんな感じ。お、無地のズボンです。ふむふむふぶふぶふぶ。一個一個にこれがついてるのが可愛いよね。わ、これはちょっと見たことないな。わ、長い。すごい長い。じゃーん。スカートみたい。これ欲しい。ね、キキが着ても足首ぐらいまであるね。こんなのがあるんだね。キキ。何でも結構膝ぐらいまである。寒い日とかさ、寝る時とか足でなくていいのかもね。二人で髪の毛つけず、ちょっとズボン取るのちょっと。これちょっとやばい。ナネとキキが気に入りそうなのが出てきたよ。あ、あ、欲しい、欲しい。ブランケットでーす。絶対気に入るわ。裏がこんな感じでドットみたいな模様になってる。サイズが、はい、キキも持ってる。こんな感じ。あ、キキ隠れちゃうぐらいだね。
キキが90センチだから80センチぐらいかな。 S タイ首輪につけるエプロン。あ、かわいい。これも表裏どっちでも使えそう。やったー。こんな感じです。いや落ちる。次最後、これちょっとママ欲しかったやつだ。キキ欲しかったやつ。帽子。あー、かわいい。かかってみたい。伸びる、ほらこんなビヨンビヨンビヨンって。だからちょっと頭大きい子でも入ると思う。これもね、多分ね、あ、やっぱりそうだ、リバーシブルだ。これで全部です。すごいね。この箱の中にこれ全部入ってたんだって。もう入ってない。全部で何個かな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 17個も入ってました。すごい。どれが似合いそう。これワンピースのやつ。ママ的にはね、これ結構好きだな。このこういうの可愛いね。赤ちゃんらしくて。ゴーが着替えるところもあるので、ぜひ最後まで見てね。